景気循環とは、経済全体の活動水準である景気において、循環的に見られる変動のことである。景気変動、景気の波とも呼ばれる。景気が一定の原因により決まった周期で、向上的、法則的に循環すると考える説を、景気循環論という。景気循環、景気循環局面の分割については、一循環を、 拡張局面と交代局面の2局面に分ける考え方1循環を回復、公共、交代、不協の4局面に分割する考え方がある。なお、日本の内閣府は2局面に分割して景気循環を表している。2局面分割の場合には景気拡張局面の最高点が山で景気交代局面の最低時点が谷であり、谷から谷までが1循環とされている。 日本政府が発表する景気循環は、リフュージョンインデックスを中心とした景気動向指数を用いて2局面に分割した景気循環であり、景気動向指数と景気循環との関係を景気動向指数が50%を超えている期間を景気拡張期とし、50%を切っている期間を景気交代期としている。また、景気動向指数が0%から100%に、 向かう期間を不況100%から0%に向かう期間を公共としている。なお、景気動向指数が50%の点を景気転換点と呼び、0%から100%へ向かう方向での50%の点が景気の谷となり、100%から0%に向かう方向での50%の点が景気の山。すなわち、景気が山の時も谷の時も 景気動向指数は50%となる。ただし、2008年4月以降、コンポジットインデックスを中心とする景気動向指数に切り替わり、それ以後は CI による景気判断も加わるようになった。景気拡張期や交代期の公共、不況の判断の際には、算出量ギャップを参照。四局面分割では、正常な水準から出発して、公共、後退。 不況、回復の各局面を経て、再び正常な水準に戻るまでを一循環とすることが多い。多くの景気循環の計測において、二分割で示されることが多いが、景気循環の計測の基礎となっているバーンズと、ミッチェルの景気循環の定義では四分割で表されている。ただし、回復と公共、及び交代と不況の境目を計測することが困難なため、 ほとんど四分割で表示されることはない。古典的な景気循環論として、次の四つが知られている。キチン循環、ジュグラー循環、クズネッツ循環、コンドラチェフ循環であり、それぞれ循環の発見者の名前をとっている。また、循環は、波とも呼ばれる。循環を周期の違いで分類する研究は、現代マクロ経済学が発展してから、学会の関心を失った。 分類研究は、常日頃に起こる循環を考えるのにほとんど役に立たないからである。約40ヶ月の比較的短い周期の循環、短期波動とも呼ばれる。アメリカの経済学者ジョセフ・エイ・キチンが1923年の論文でその存在が主張され、ヨーゼフ・シュンペーターの景気循環論によって、キチン循環と名付けられた。主に企業の在庫変動に起因すると見られる。 在庫循環は長く景気循環の基礎であったが、1990年代、アメリカの長期公共の中でこの循環は、次第に不明瞭になっていった。一時は、景気循環が消滅したとまで言われたが、実際には設備投資の循環などを軸に、景気循環は全く衰えていなかった。しかし、21世紀に入って、在庫循環が次第に不明瞭になっていることは、明らかになっている。 グローバル化や IT 革命が要因として挙げられている。1999.19-2005.39の日本の在庫循環渦は1999年第一四半期から2005年第三四半期までの日本における在庫循環である。横軸が高工業生産指数の前年比変動率。縦軸が在庫指数の前年比変動率である。青線が循環の一周期である。 赤線は次の周期の途中である。青線は1999年第一四半期から2002年第二四半期まで14四半期である。図の説明と循環の展開について述べる。図の説明在庫循環の図は、右が生産の増加過程、左が生産の減少過程である。そして、上が在庫の増加過程、下が在庫の減少過程である。 これにより生産と在庫の組み合わせが4つできる。生産増在庫増生産が増加し、出荷を上回るために在庫が増加する状態で、景気拡張の末期である。生産減在庫増生産過剰が調整され、生産減少が始まるが、依然出荷を上回るため在庫は増加する。景気交代の初期である。生産減在庫減生産が減少し、出荷を下回るため、 在庫が減少する。景気交代の末期である。生産増在庫減出荷が回復し、在庫水準がさらに低下したために生産が回復するが、出荷を下回るために在庫が減少する。景気拡張の初期である。このように、生産が出荷に遅行する傾向があるため、在庫循環は左回りになる。 循環の展開1999.19-1999.29生産減在庫減1999年初めは1998年における世界的な経済変調と日本の危機的な経済状況を抜け出し景気交代の最終段階にあった1999.39-2000.3 旧生産増在庫現1999年後半から2000年の間は世界的な IT バブルの絶頂期にあり日本の生産は回復基調に乗った2000.49-2001.1旧生産増在庫増2000年秋には IT バブルが崩壊して失速し在庫が積み上がった二九マイナス二千一点三旧生産現在庫増在庫調整で生産は 減少に転換した。2001.49-2002.2、旧200生産現在庫限生産はさらに減少し、出荷の低下を上回ったため在庫は、減少に転じた。日本の景気は最も厳しい時期に差し掛かった。2002.39生産増生産は、緩やかな回復を続ける。約10年の周期の循環。中期波動とも呼ばれる。フランスの経済学者。 クレマン・ジュグラーが1860年の著書の中でその存在を主張したため、シュンペーターの景気循環論からジュグラー循環と呼ばれる。企業の設備投資に起因するとみられる。約20年の周期の循環。アメリカの経済学者、サイモン・クズネッツが1930年にその存在を主張したことからクズネッツの波と呼ばれる。約二十年という周期は住宅や 商工業施設の建て替えまでの期間に相当することから建設需要に起因するサイクルと考えられている。子が親になるまでの期間に近いことから人口の変化に起因するとする説もある。なお、クズネッツはシュンペーターの景気循環論に対して批判的だった。約50年の周期の循環、長期波動とも呼ばれる。ロシアの経済学者、 ニコライド・ミートリエヴィチ・コンドラチエフによる1925年の研究でその存在が主張されたことから、シュンペーターによってコンドラチェフの波と呼ばれ、その要因としてシュンペーターは技術革新を挙げた。第1波の1780から1840年代は、防石器、蒸気機関などの発明による産業革命。第2波の1840から1890年代は、 鉄鋼、鉄道建設、1890から1920年代の第3波は、この循環の要因として、戦争の存在を挙げる説もある。その後の第4波が、エレクトロニクス、原子力、航空宇宙、第5波がコンピューターを基盤としたデジタル技術、バイオテクノロジーとして、それが現在終わりに差し掛かっているといった見方や、現在も第4波が続いていて、これから、 ライフサイエンス、人工知能、ロボットが牽引する、第5波が来るといった見方がある。短期的な経済変動は、支出面の動きで決まるとされている。一般に、インフレや景気と賃金がスライドする労働者に比べ、賃金硬直性の強い労働者は、後継期時は、相対的に貧しくなる。一方、景気の悪い時期においては、公務員などは、 会社員などと比べると賃金が下がりづらいため相対的に豊かになる。一般的に景気が良くなっている時は企業は人を増やそうとして企業などに雇われる雇用者は増加する。一方、景気が悪くなっている時は企業はコスト削減のために人件費を減らそうとして雇用を抑制または雇用者を解雇する。なお雇用関係の指標は景気に対して遅行する場合が 多い。詳しくは、失業を参照。不況になると、企業の資金需要は減退し、貸し出資金の増加店舗が鈍くなり、やがて減少に転じる。不景気が長期化すると不良債権が増えて、貸し出れ引当て金を積みますため、利益が圧迫される。後景気になると、企業は、金融機関から資金を借りてでも、資金調達し、生産設備等の設備投資にあるいは、 運転資金に充てようとするため、資金需要が旺盛となり、金融機関の貸し出し金残高も増加する。やがて業績不振の企業が立ち直るとともに、不良債権が減り引き当て金が必要なくなり、これを取り崩すため、利益が増大する。同様に、個人についても公共が続くと、将来的にも雇用不安が少なくなり、賃金が確保できる予想が成り立ち、 地下や住宅価格の上昇が予想されることから、今のうちに住宅ローンを借りてでも、住宅を手に入れようとする人が増えるので、住宅ローンの取り扱いが増えて、金融機関のローン残高も増える。特に、景気の上昇が鮮明になり、ローン金利の上昇が見込まれるときには、駆け込み的に申し込みが増える。個人についても、住宅ローン金利の変動については敏感になっている。 金利についても、景気循環とともに変動するがこれについては、当該項目を参照のこと。好景気になると税収が増え財政収支が改善する。不景気になると、失業手当や公共投資が必要になる一方で税収が減少し、財政収支が悪化する。景気には、四局面のうちで、谷や山が著しくなる場合などがあり、いろいろな表現のされ方をする。 ユーフォリア統水的熱狂という意味で、設備投資や資産投機が盛り上がる、理想的な状態。物価上昇率と失業率が共に低下する。資産高騰の反動が起きるリスクもあるが、状況の最中においては、理想的に見える。1980年代前半の世界経済は、オイルショック後の原油価格低下の中で、インフレな気候成長を達成した。 強行設備投資交代に橋を発する深刻な不景気。資産価格の低下などを招き、金融危機を併発すると、より事態は深刻化する。物価が低落し、失業率も10%を超えるなどして、不況感が蔓延する。デフレスパイラルが発生する場合もある。19世紀においては定期的に起きていた。記録に残る中で、史上最も深刻だった強行は、 世界恐慌である。その後、第二次世界大戦後は管理された経済政策が普及し、発生の頻度は低下した。しかし、1990年代以後、ユーロダラーの動きに合わせて、新興諸国で金融危機と恐慌のような状況が併発している。ソフトパッチ2004年後半の世界経済における一時的調整で、使われた言葉、景気交代までに至らず、 停滞状態で調整が完了する。緩やかな成長鈍化の状態。スタグフレーション物価上昇と景気交代が並存する状態。詳細はスタグフレーションにて、ジョブレスリカバリー景気ーが回復し始めても雇用が回復しない状況。1990年代初めのアメリカ経済の状況がこう呼ばれた。ジョブロスリカバリー景気ーが回復し始めても雇用が回復せず、 雇用が減少する状況。2000年代初めのアメリカ経済の状況がこう、呼ばれた。ソフトランディング後景気の最終段階において、調整局面に入る、際の減速や加工が緩やかなこと。ハードランディング後景気の最終段階において、調整局面に入る、際の減速や加工が激しいこと。日本の場合、景気の判断及び景気循環の判定は、 内閣府が発表している景気動向指数、景気合成指数を用いて景気の局面を判断するのが一般的である。景気動向指数には先行、一致、指向の3系列が存在する。内閣府が発表している日本の景気循環は2局面分割であり、山、谷の時期は山や谷を過ぎてからかなりの時間が経過しないと確定しない。このため、 現時点で景気が拡張局面にあるのか、交代局面にあるのかという政府の公式判断は、内閣府が月齢経済報告等に関する関係閣僚会議に報告している月齢経済報告による。景気動向指数は1950年に HL ムーアによって作成されているため、それ以前の記録はなく、日本においていつから統計を取っていたかは明らかにしていない。 そのため、第一循環の他には決まっていない。景気の名称は、マスコミや民間の経済専門家などで通常用いられているものであるため公的に定まったものではないが、政府や都道府県庁としても資料で名称を表記する場合がある。それに、ごく一部でしか使用されていない名称もある。出典が明記されていない名称は、出典が見つかっていない名称であるので取り扱いに注意。 内閣府による景気基準日付で設定された2012年11月以降の景気動向指数を示す。値は2010年の100とした時の値である。詳細は景気ウォッチャー調査を参照上記のような景気循環は、ほぼ景気動向指数の数値の結果から判断されたものである。しかし、数値上の景気と実感する景気が一致しないことがあるため、 景気の実感が景気循環と異なることがある。そのため、景気ウォッチャー調査で実質的な景気は判断される。この景気ウォッチャー調査は、3ヶ月前と比べた景気と、2、3ヶ月先の景気の先行きが調査され、いずれの結果も50%の時が不変。50%を超えた場合、景気が良くなった、良くなるだろう。50%を下回った場合、 景気が悪くなった、悪くなるだろうとなる。結果は、内閣府から発表される。景気動向指数の見方、使い方第一小景気変動をどう捉えるのか。景気変動。内閣府。2011年4月29日閲覧。景気動向指数研究会平成20年6月27日記事。概要。2011年8月18日閲覧。 景気動向指数研究会平成21年1月29日記事概要2011年8月18日閲覧森和夫杉野巻景気の四局面分割への指論景気対策の発動のシグナルの開発経済学論争第52巻第4号同志社大学2001年408から425ページ2020年3月15日閲覧 a b 岩田たくを、景気ってなんだろう。ちくま房筑ちくまプリマー新書、2008年、16ページ。アーカイブド2014年1月25日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、景気循環の英語版 EN、ビジネスサイクルから翻訳技術を進歩させる、変数として何を考えるかは、立場が分かれている。内政的な経済変数によって説明する立場は、労働や、 設備の不足や景気の加熱を懸念した投資意欲の減退などを変数とする。外政的な経済変数によって説明する立場は予想外の技術革新、天候の変化、石油危機などを変数とする。大和証券金融、証券用語解説、コンドラチェフ波動、コミネタカオ、ビジュアル、日本経済の基本日本経済新聞社、第4版、日経文庫ビジュアル。 2010年14ページ。景気動向指数採用系列の変遷統計は1960年から公開されている。第15循環の景気の谷の暫定設定について、第1循環の山を1951年6月と設定しているため、少なくともそれ以前から統計は取られていたと考えられる。日本の戦後景気循環過程1949年10月が、 第一循環の谷だと主張する人もおり、景気動向指数ができる前の可能性がある。日本の景気循環1950年5月が第一循環の谷だと主張する内閣府の一部の人もいる。景気基準日付。内閣府。2020年10月11日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQRST。景気基準日付。 愛知県、2020年10月31日閲覧。ABCDEFGHIJKL、令和元年度神奈川県景気動向指数年度法。神奈川県、2020年、ABCDEFGHIJKL、日本経済、追加利上げに向けての3つのハードル。国際投資投資顧問株式会社。2020年11月1日閲覧。 abcdef いざなぎ景気と今回の景気回復局面について内閣府2020年10月11日閲覧 abcdefghijklmnopqr 資料編日本の景気循環青森県2020年11月1日閲覧統計表一覧景気動向指数結果景気指標と実感ズレがあるときは 要注意。2011年8月21日閲覧。ありがとうございます。